大平原は1939年製作のアメリカ映画である。セッシュルビー・デミル監督、大陸横断鉄道建設を背景に描いた西部劇映画で1939年の第一回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した1940年のキネマ巡邦外国映画ベスト10第8位。1862年。 エイブラハムリンカーン大統領の命によってアメリカを東西に結ぶ大陸横断鉄道の建設が始まった。東からユニオンパシフィック鉄道、西からセントラルパシフィック鉄道が敷設工事を行い、またどちらの会社がより長い線路を敷設できるかも競われた。だが在海の大物バローズは私服を肥やすために工事を遅らせようと企て、 爆撃打のキャムポーとその仲間、ディックを雇い、酒と女と爆撃で工夫を誘惑する。そこで、ディックの北軍時代の親友ジェフ・バトラーが、工事を再開させるため派遣された。ユニオン側の名物機関士の娘で郵便係の、モリーは、男らしいジェフに思いを寄せ、ジェフも彼女を愛していたが、ディックもまた、モリーを愛していた。モリーはジェフを思いながらも、 彼の危機を救うため、ディックと結婚することを決める。だが、工事が、佳境に入った矢先、インディアンの数族の襲撃で、列車は脱線、大破してしまう。ありがとうございます。